15歳の時、世界の終わりはエソラモトだった。ご奉仕しまーす。めんどいな。完璧な放物線さ。私は屈しない。呼んだ。アスタマちゃん。指示に従うわ。私はチョキ、あんたはパー。エムス、ご奉仕します。はいはい。ターゲット確認。爪が汚れる。
シャークトルネード。了解。指示に従うわ。私はチョキ、あんたはパー。どけラジャー。よな、まんべんなくって。スタンバイ。
めんどいな。感電注意。秘伝のスープは本物だ。ラーメンを食べてずいぶん元気になったんじゃないか。コーヒーの苦味は幸福の甘さを引き立てます。たまには一息ついて力を蓄える。よう、プロキシ、何か困りごとか？何かあったらいつでも頼りな。よう、プロキシ、何か困りごとか？最近、新しいアイデアが次から次へ湧いてくるんだ。イアスで試させちゃくれんか？毎度。私はあくまで技術。ヒレ、手入れしないと。
いつでも出撃可能よ。私はあくまで技術屋だよ。私を呼んだのにゃ。私はあくまで技術屋だよ。総括はここだよ。了解。
私はチョキ、あんたはパー。めんど、押し流されろ。指示に従うわ。爪が汚れる。さてやっちゃおう。完璧な放物線だ。爆破解体を始めよう。それ遅っ。お残しはダメだよ。排除する。私はあくまで技術屋だよ。出動？ご飯は出る？
わたあなた。またいいのブナだ。やっとさっきの話の続きができるね。近頃、不穏分子が活発になりつつあります。ヤヌスク治安局は、市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で、治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐルミナ分社で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も、何年か前に参加したことがあるのです。私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至るところに芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものもあるのです。コーヒー豆のお話ですよ。ですので私は店のコーヒー豆が人様にため息をつかせるような運命をたどらぬよう、彼らをよく引いてやらねば。イベントへの参加はお断りせねばなりません。残念です。炎蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営しておるとのこと。講習に興味はおありか。いや、裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ当然参加しない手はないんだけどな。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさんの息子のいとこの結婚式なんだ。大事な親戚なもんで欠席するわけにはいかなくてな。なるほど。それではその大おば様にご結婚おめでとうとお伝えくだされ。ああそうだ、もうすぐ車を取りに来る客がいるんだった。急に思い出したぜ。というわけでここいらで失礼するよ。シュエさん、ジンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。
これ僕と妹の分のアンケートだ。僕たちは講習に参加することにしたよ。それは強行。もしヌシラが来てくれなんだら、我らはまだ一人も参加者を集められずにいるところであった。先輩、何もそんなあけすけに言わなくても。なんだ、我の申したことは事実ではないか。別に彼らも知らぬ仲というわけではないのだから、良いであろう。さあさあ、陳意の言う通りだって。でも六分外の人たちが誰もイベントに行きたがらないのはちょっと不思議だね。私のイメージだとみんな熱心に協力してくれそうなのに。何か僕たちに手伝えることはあるかい？そういうことで言えば、ヌシラ二人に教えを乞いたいのだが、六分外の住民台帳には名前だけで住所は登録されておらん者たちがいる。彼らが今どこにいるかわからぬか？ちょっと見せて。アシャさんにチョップ大将、このスパイクさんっていうのは多分だけど、うちの会員のおじさん、ちょうど知り合いばっかりだよ。なら僕と妹で彼らにアンケートを渡してくるのはどうかな？そうしよう。六分外のみんなって普段あんまり治安局の人と関わんないから警戒しちゃってるのかも。でもご近所の私たちから説明すればみんなちゃんと聞いてくれると思うよ。ですが、あなたたちの手を煩わせるわけには。二人だってこの前僕たちを助けてくれたろ。地元の人間として当然のお返しさ。主演、門を出ては道を尋ねよ、郷に行っては郷に従えであるぞ。凛とアキラが手伝ってくれるというのだ。お言葉に甘いようではないか？そうですね。ありがとうございます。二手に分かれてまたこの近くで落ち合うようにしましょう。アキラにリン、よく来たな。六分外中
リンちゃん、アキラくん、あなたたちも来たんです。やっぱりお兄ちゃん。こちら主演班
容疑者はホローへ逃走。引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ。手加減無用であった。状況は？犯人はホローに逃げた。後を追います。二人は避難を。お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。信号が呼ぶ、注意。リン、待っててくれ。警告、火器完成です。無差別に爆破してるのか。慎重に進まないと。ロックオンされた場所、慎重に回避。危ない。慎重に回避。慎重に回避。ギミックを利用して慎重に回避。これで通れる。
危ない。しつこいな。私はあくまで出動？ご飯は出る？私はあくまで技術屋だよ。総括はここだよ。ヒレ手入れしないと。はいはい。Hey!
跡は西へ続いておる。磁気局のキャロットが向こうに。あやつが迷う前に捕らえるが得策。ええ、追いましょう。マスター、あなた様からの前方、あなた罪を認めて投降しなさい。お兄ちゃん聞いて。待ちなさい。しつこいやつ、これでも食らえ、うん、これは先輩待って。 EMP に引き寄せられたか。お兄ちゃん今のうちに。用心せ、すぐ先にエーテリアスがいるぞ。大丈夫ですよ先輩、弾薬一式フルで持ってきてますから。さすがは優等生、備えあれば憂いなしであるな。備えたせいで憂いが現実になった気もしますが。あっ、いい感じ。相当完了。先輩、壁の上に穴があるけど、この装置を修理できれば。破損した回路の内部に。マスター、故障の回路の部品をいじ、回路が復旧。よし、よい。どうしてまたおい、ここを通れる。扉が閉ざされた。お兄ちゃん、扉の向こうに行けば。先輩、今回路が復旧。扉が開きました。はて。
力を。無事解決だね。 EMP の乱用は知ったことです。あの人たちは容疑者の声です。急ぎましょう。慌てるでない。今しばらく叫ばせておこうぜ。先輩、またそうやって意地悪を。はっ、うわ、助けてくれ。うん、あれほどわめけるのであればまだ気力はある。先輩が怒り心頭なのは分かってます。それでも早く彼を助けましょう。こらっと見ていく。そこを動くな。どいて。流されろ。今日のことは本当に二人のおかげだ。
準備完了。私は総括はここだよ。いつでも出撃可能。何かよ。私は高くつくわよ。ジャトヤにかかれば万事解決。準備完了。あんたはパースタンバイ。はい。あっそう。ダジャ回避して。そりゃめんどいな。ターゲットを排除する。
汚れる。カッモッツンデッバイバイ。私はあくまで技術屋だよ。出動？ご飯は出る？終わったらごちそうだ！開始です。行動目標キュート列車全線。
ちょっと。そのプロジェクトへの参加申請はしていないはずですが。ゼロ号ホロー内の観測ステーション新規建設プロジェクトの研究責任者から助手1名の派遣要請が来ているんです。現状研究員の中でどのプロジェクトにも関わっていないのがあなただけだったという話でした。捨てていい？アンビ、配置についた。こちらアンビ。了解。
画のチケット。好きにすれば。掃除するから。映画のチケット。回復したわ。行く手を塞ぐ敵を金の力。あなた様はゴミから引き続きキュート列車映画のチケット。
私はチョキ、あんたはパー。粛清する。めんどいな。総角と遊んでくれるの。放電さっさとやっちゃおう。勝利への必要条件を。
毎度あり。なんでずっと。